朝霞駅は埼玉県朝霞市本町2丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ12。島式ホームにメイン4線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。2008年3月18日より発車メロディの使用を開始した。商業施設として駅や浅香が2010年4月28日にオープンした。 福都新線直通電車のうち、東上線内を急行、または、快速急行で運転する電車については、当駅の2番線、3番線を通過する。東上線池袋発着の急行以上の種別は、従来通り1番線、4番線を通過する。2019年度の1日平均乗降人員は69,779人で、ある。東上線の駅では、第6位で、 急行通過駅としては最も多い。2005年度からは増加傾向に転じ、2010年度に急行停車駅の成増駅、2015年には富士見の駅を上回った。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。駅構内にはいい木や朝霞があり、南口店舗、南口構内、改札前、東口を合わせ、 計22店舗が出店している。前店で、パスもスイカの利用が可能。出店店舗の詳細情報は、東武鉄道公式サイト、浅霞駅店舗のご案内を参照。南口駅前広場の再開発は、東上線の複々線共用開始以来、何度か計画や整備結果の変遷をたどりながらも、完成の目処が立たない状況であったが、 2000年代に入ってから整備が進行し、2007年4月1日から新しいロータリーの部分供用を開始し、同年7月31日に整備工事が完了した。また同日に、本田美奈子の功績を称える記念碑が駅前広場に建てられた。これは駅前整備事業の一環として、朝霞市の商工会の発案で企画されたもので、 生誕40周年にあたる2007年7月31日に、本田の母、所属事務所社長の高杉刑事、早見優良の臨席の元除幕式が行われた。闘病中に書いた笑顔と題する詩と本田の写真のパネルがはめ込まれ、ありがとう。心を込めて、本田美奈子という言葉が刻まれており、ボタンを押すと、新世界の歌声が流れる仕組みになっている。周辺には、 各種飲食チェーン店が出店しているほか、2010年7月15日には、大型商業施設、東武ストア朝霞店が開業。東口駅前広場のすぐ南には、UR 都市気候東朝霞団地が存在し、5校区は、工術する旧、北口駅前広場の再開発と連動して工事が進められ、2007年3月23日から入居を開始した。東口は、 福福線共用開始時点で、すでに駅前ロータリーが整備されていたが、敷地が強小で、交通事故の危険性もあった。東朝霞団地の建て替え工事に伴い再度、駅前広場を整備し、2008年3月末に完成、同時に北口から東口に解消された。周辺には飲食店、弁当店があり、また、学習塾も多く立地する。当駅を発着する。 路線バスは国際工業バス、西武バス、東武バスウエストにより運行されている。かつては南口より西武池袋線、新宿線や中央線方面への路線が多数発着していたが、浅霞台駅の開業に伴い、系統分割、移設された。運行路線の詳細は国際工業バス西浦和営業所、西武バス新座営業所、 東部バスウェスト、新座営業事務所を参照。南口1番乗り場2番乗り場3番乗り場深夜、急行バス東口1番乗り場2番乗り場3番、乗り場4番乗り場無番乗り場。ありがとうございます。